みなさんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。目次トップ、スポティファイでの上1楽曲の累計再生回数ランキング、歴代、ラブシーカーは現在ざい11。上1のカラオケ人気曲ランキング、ラブシーカーは現在ざ2イベント情報、番組情報、商品情報、PR。2019年のプロデュース101ジャパンで誕生したグローバルボーイズグループ、上1。 JO1 のエースシングルヒッチハイカーのタイトル曲ラブシーカーが世界最大級の音楽配信サービス s p o i フ f ーの2024年6月17日11時30分時点の日本デイリーランキングかつ大人気プレイリストであるトップ5 0ジャパンの38位にランクインしているまた週間チャートのトップソングスジャパンでは37位 SNS 話題曲 バイラ5 0ジャパンでは3位にランクインしているこうした注目度が高いチャートの上位に登場することで「ラブシーカーがロングランヒットとなる可能性が増しつつあるちなみにこの時点でトップ5 0ジャパンに上腕「ラブシーカー以外にランクインしている国内ボーイズグループの曲は4位のダイスアイワンダー1 2位のナンバーアンダーバーアイボン3 8位のナンバーアンダーバーアイボートのみだ 1> 上腕もダイスやナンバーアンダーバーアイのようなストリーミングに強いつまりファン以外からも広く聞いてもらえるボーイズグループになりつつあるようで心強いスポティファイでの上位楽曲曲の累計再生回数ランキング歴代ラブシーカーは現在11位ちなみに世界最大級の音楽配信サービスであるスポティファイでの上腕の楽曲の累計再生回数のランキングでは 1>, 1位がデビュー曲「無限大」、2位が「スーパーカリ」、3位が「タイガー」とパワフル系楽曲曲がトップ3だが、4位がファン人気曲の「キュートな」、ドリーミングナイト、5位が2023年の「NHK 紅白歌合戦」、歌唱曲「ニュースマイル」となっている。「ラブシーカー」は11位につけているが、今後どこまで上昇するか注目される。 図表一上一楽曲曲の Spotify 累計再生回数ランキング2024年6月17日11時30分時点1位「無限大」1161万4244回2位「スーパーカリ」1081万5700回3位「タイガー」864万6309回4位「ドリーミングナイト」 785万5446回5位ニュースマイル759万3428回6位シャイン・アライト742万5490回7位ウィズ・アス662万2460回8位僕らの季節626万875回9位オーエオーエイチ 五十三回十位「ボーン・トゥ・ビー・ワイルド」六百十二万四千二百四十七回十一位「ラブ・シーカー」五百八十万八千三百九十三回十二位「プロローグ」五百三十六万七千五百八十九回十三位「ウィーグッド」五百十九万七千六百二十四回十四位「ロマンス」 五百十三万二千六百四十回。十五位ラジオビジョン四百九十六万八千百三十七回。上腕のカラオケ人気曲ランキングラブ・シーカーは現在二位。ちなみに、ジョイサウンドでの上腕のカラオケ人気曲ランキングは？一位がシャイン・ア・ライトで、最新曲ラブ・シーカー。が何位につけている？ラブ・シーカーは、上腕の歴代タイトル曲の中では？ 比較的歌いいやすい曲の一つだと思う図表2条1楽曲のジョイサウンドカラオケ人気曲ランキング2024年6月17日11時30分時点1位「シャイン・ア・ライト」2位「ラブ・シーカー」3位「無限大」4位「ニュースマイル」5位「グラデーション」上腕プロデュース101ジャパンの全記事リストはこちら上腕おすすめ商品 上プロデュース101ジャパン記事一覧上腕イベント情報2024年1月20日土曜日17時30分ラポスタ2024アット神奈川 K アリーナ横浜レミノストリームパススラッシュファンストリーム海外で生配信1月21日日曜日15時30分ラポスタ2024アット神奈川 K アリーナ横浜1月27日土 GMO ソニック2024アットマーク埼玉スーパーアリーナ3月8日金曜日木又翔也声優出演映画映画「島次郎ミラクル島の七色カーネーション」公開3月16日土曜日19時ブギウギ字を超える服部良一メロディスペシャルコンサートアット NHK ホール 河野純与那翔が出演3月17日日曜日16時目覚ましテレビ30周年フェスアット東京ガーデンシアター河野純喜与那城賞が出演3月31日日曜日「渓谷香港2024」アット中国香港アジアワールドエキスポ小2上1エイティーズゼロバセオネレイシックステンペストビビス シスター19が出演 YouTube、K、コンオフィシャルチャンネルの有料メンバーで全プログラム視聴か4月6日土巨人対 DeNA 戦アット東京ドーム川西匠がファーストピッチで出演4月6日土曜日18時ネクストジェネレーションライブアリーナ2024アット神奈川ピアアアリーナ MM 上一河野純喜与那城賞シ,シャイニーテミンらが出演 4月7日、日曜日、15時、ネクストジェネレーションライブアリーナ2024、アット神奈川ピアアリーナ MM、上一河野純喜与那城賞、シャイニー、テミンラが出演。4月10日、水曜日、17時30分、第1回エイジアスターエンターテイナーアワーズ20 in Japan, by Z Z OWN, A A 2024、インジャパンプレゼンティドバイ・ ZOZO タウン、ASEA2024、アットマーク系アリーナ横浜、ストレイ・キッズ。 TXT、ジョアン、INI、テミン、ザランページ、クリーピーナッツ、トレジャー、ザボーイズ、TWS、NCT ウィッシュ、ファンタクシーボーイズなどが出演、TBS チャンネル1で独占生中継。4月15日、月曜日川西匠主演映画、バジーノイズ、完成披露試写会。4月16日、火曜日、17時30分頃、阪神対読売ジャイアンツ戦。 阪神甲子園球場テストドライブパフォーマンス上腕メンバーによるシート紹介4月25日木曜日19時10分木又翔也出演映画「トラペジウムプレミア試写会」4月28日日曜日舞鶴プレイバックフェスアットマーク舞鶴 PB ハーバーパーク大平翔成がトークセッションに出演5月3日金祝い 川西匠主演映画『バジーノイズ』公開初日舞台挨拶。さ5月12日日曜日『ケイコンジャパン2024ミートグリートアット千葉』幕張メッセこの日はチーム NCT ウィッシュ m e i i i l i t t e n p e s t t t e o が出演5月12日日曜日『ケイコンジャパン2024』ケイコンステージアット千葉幕張メッセ 5月12日日曜日、KCONJAPAN2024M カウントダウンステージアット千葉、ゾゾマリンスタジアム、この日は上位チ、チーム、NCT ウィッシュ、m ー、I、i イリット、ザイカーズ、テンペスト、エ t トターン、タイエオン、ユングヨンファ、イエーナ、L7ZUP、ハイファイアン、コーンなどが出演、YouTubeKCON オフィシャルチャンネル有料メンバーシップで視聴可能。 6月24日、月曜日、映画、『逃走中・ザ・ムービー』完成披露試写会、川西匠、木又翔也、金城壁会が出演。7月7日、日曜日、ピースフルパーク2024号のと、アット石川県産業展示館、チャリティーライブ。7月27日、土曜日、17時、2024条1ジャム感謝祭、サマーフェスティバル、アットマーク系アリーナ横浜。 7月28日、日曜日15時2024条1ジャム感謝祭サマーフェスティバル、アットマーク系アリーナ横浜、オンライン生配信、8月3日、土曜日12時、8月4日、日曜日23時59分のアーカイブ配信あり、8月17日、土サマーソニック2024、大阪アット大阪、万博記念公園、マウンテンステージ。 8月18日日曜日サマーソニック2024東京アット千葉幕張メッセマウンテンステージアスタリスク毎週水曜24時24時58分日本放送オールナイトニッポン X クロススマッシュアプリで同時性配信白い悪きプラス他のメンバーアスタリスク2024年4月4日木曜日より開始の NHKE テレハングル ナビ木曜23時23時20分の2024年度の生徒役を木又翔也が務める。アスタリスク2024年4月8日月曜日21時より開始のフジテレビ系4月クール月9ドラマ366日に佐藤慶吾が出演。アスタリスク2024年5月23日木曜日24時59分より開始の MBS。 ドラマ特過保護な若旦那様の甘やかし婚に大平翔生が出演テレビ出演6月17日月曜日21時21時54分フジテレビ系366日最終回佐藤慶吾が出演6月20日木曜日8時9時55分 TBS 系ラビット河野純喜が出演6月20日木曜日 23時23 NHKE テレハングルナビ、木俣翔哉が出演6月24日水曜日17時30分21時54分テレビ東京系テレ東ミュージックフェス20246月25日火曜日23時23時30分カンテレフジテレビ系あの子の子供、シャープ1河野純喜が出演 7月13日土曜日14時 TBSK 音楽の日2024商品情報 PR アスタリスク上腕の2024年5月29日水曜日発売のエースシングル「ヒッチハイカーは」は厳しい現実の中でロマンを探す旅路を愛を探して旅立つヒッチハイカーに例えて表現した作品ファンキーなビートとライブサウンドが目立つタイトル曲「ラブシーカー」 阪神タイガーズ勝利試合後使用曲のオルタナティブロックのエネルギッシュなテストドライブユニット曲シュガー、リードトゥ t CNBLUE のジョン・ヨンファ作曲、k 野の純喜作詞参加のレモンキャンディヘアケアブランドソルレのタイアップ曲、アクアの全6曲が携帯別に収録されている CD パッケージは DVD 付き初回限定版 A、DVD 付き初回限定版 B CD のみの通常版の3形態で販売。全形態の初回プレス分に応募抽選券、シリアルナンバー1枚を封入。初回限定版 A の CD のカップリング曲はテストドライブ、レモンキャンディ、シュガーで、DVD には愛のビンゴを目指せ。ラブミッションハイカー前編と、 2023条ワンセカンドアリーナライブツアービヨンド・ザ・ダーク2023年8月6日東京有明アリーナ予行園での16、16ライブ映像を収録初回プレス分にはトレーディングカード1枚初回限定版アバー11種からランダム1枚セルカトレーディングカード1枚初回限定版アバー11種からランダム1枚シートステッカー初回限定版アバー11種からランダム1枚 もフーニュー初回限定版 A の CD のカップリング曲は「テストドライブ」「レモンキャンディ」「リードトゥユーで」で DVD には「愛のビンゴ」を目指せ「ラブミッションハイカー」後編と2023条ワンセカンドアリーナライブツアー「ビヨンド・ザ・ダーク」2023年10月19日大阪城ホール公演での「流星雨」ライブ映像を収録初回プレス分にはトレーディングカード1枚 初回限定版ブバー11種からランダム1枚セルカトレーディングカード1枚初回限定版ブバー11種からランダム1枚シートステッカー初回限定版ブバー11種からランダム1枚も封入通常版のカップリング曲はテストドライブレモンキャンディアクアで初回プレス分にはトレーディングカード1枚ラブバージョン11種からランダム1枚数量限定でホログラム使用入り セルカトレーディングカード1枚、シーカーバージョン11種からランダム1枚、も封入。シリアルナンバーを用いて、6月22日、土曜日、2関西、6月23日、日曜日、2関東で開催される個別助手席トーク席、上腕メンバーが乗る車内の助手席でトーク、プレミアム全員オフラインサイン会、個別オフラインサイン会、個別オフライントーク会、または6月30日。 日曜日の個別オンラインサイン会、個別オンライントーク会のいずれかに応募できる、詳細はこちら。5月1日、水曜日、に東京、5月9日、木曜日、に大阪で開催される、エースシングル、ヒッチハイカー、プレミアムプリショーケース、ホエア・イズ・マイ・ラブの抽選招待エントリーコード、デジタルシリアルコード、月の商品を、4月1日、 月曜日正午までの期間限定で Amazon.co.jp、楽天ブックスタワーレコードオンライン、HMV&BooksOnline、STAYA、s o ミュージックショップの 6EC サイト限定で販売。抽選応募期間は4月5日、4月12日、金曜日23時59分。ストアごとに異なる先着外付け特典が付く。1携帯購入で a m a z o n .co.jp では購入携帯と同じ絵柄のメガジャケ、ソニーミュージックショップでは1携帯購入で携帯別 L 版集合生写真が付く、上腕オフィシャルストアでは1携帯購入で携帯別ダイスカットステッカー、携帯別にソロ全11種から希望メンバー選択、が3携帯セット購入でさらに 2L 版集合生写真1種が付く、3携帯セット購入で 楽天ブックスではクリアファイルソロ全11種からランダム1種タワーレコードではトレカソロ全11種からランダム1種 HMV ロッピーではクリアトレカソロ全11種からランダム1種ツタヤではポストカードユニット全5種からランダム1種セブンネットではステッカーユニット全5種からランダム1種ネオウィングではクリアポスター全1種 フォーチュンミュージックでは各メンバーソロカットデザイン収納ボックス希望メンバー選択、その他一般店では告知ポスターがつくどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう